始まります。はい。この前多いし全然顔見せてなかったじゃん、あいつ。酔っ払ってたんですよ。子供の顔ばっかり見てて。イケメンは飽きないんで。確かにね。勝野さんの背景いいですね、はい、いや、なんか初めてやったんですけど。はい、始まりました。 FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。お相手吉澤浩一と勝野聡と金子誠二と川野忠。この4人でお送りいたします。よろしくお願いしますということですね。お願いします。それぞれに、まあ、自己紹介っていうのもあれなんで、私が軽く紹介します。金子誠二さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、もう、まあ、紹介もあれなんで、皆さん、ウィキペディア見てくださいって言っちゃったから、冗談です。ですね、まあ、高校時代はあの伝説のチーム東福岡高校で高校3冠。いやー、我々もですね、大宮サッカー場で見ましたけど、すごかったですね。ロングシュート多分大宮サッカー場ですね。そうですよね。結構大宮サッカー場にはいろんな思い出があるんで、うん、高校時代だと、ね、でその後はもう鹿島アントラーズで活躍されて、何よりもすごいのはその後ですね、いわゆる海外、特にそのアジアで、こう、なんですかね、この今アジアでたくさんのサッカー選手が活躍してますけれど、その先駆けとなったのが、まあ、金子選手と言ってもいいのかなと思います。はい、いやでも楽しかったですね、海外生活。ねえ、そして、これはまあ縁あってなんですけれど、現在は本庄第一高校の方とサッカー部監督さんを務められて、もう何年ですか？もう5年目になります。5年目、うん、ねえ、そうすると結構そのじっくりと埼玉にもういる感じですからね。そうですね、ミャンマーから埼玉来ましたからね。ミャンマーからサッカーまさか埼玉に住むと思ってなかったんで、うん、ね、まあ、いいかなと思いますけどね。はい、で、まあ、進めていきますけれど、僕の下になるのかな、川野忠さんです。こんばんは。こんばんは。なんて説明しましょうか。あのね、埼玉サッカーを語るにこの人がいないとっていう感じですね。まあ、埼玉サッカーだけじゃなく、もう埼玉のスポーツですね。もちろん地元の埼玉新聞ご出身ということでですね、たくさんの埼玉県出身のアスリートと指導者と関わってきた、はい、なぜかですね、たくさんどの競技の指導者の人と話をしても、川野さん知ってんのみたいな。川野さん知ってんのっていうね、まあ、この人といれば、まあ、大体埼玉のサッカーのことは分かります。どれくらいの競技取材されてきました？いや、もう僕はやっぱり運動部、地元の新聞社入って運動部の駆け出しの数年はですね、まあ、おそらく、まあ、今のオリンピック競技、新しい種目もありますけれども、うん、ほぼオリンピック競技の種目はすべてやりました。すごいですね、本当に。僕ね、金子さんが高校生の頃も、まあ、もちろんね、試合も国立でやったり大宮でやったりね、うん、大宮の試合はね、全日本ユースだったかな確か、そういう試合、うん、まあもちろん高校生の時もたくさん見てますけど、うん、レッツの練習に夏休み来てた、1週間ぐらい来てた時もね、1回取材してるんです。すごい。お前はどこに行くんだと。行くのかどうかっていうね、もう覚えてないでしょうけど、レッツの練習に1週間ぐらいね、覚えてる。
覚えてる。合宿ですね、多分。うーん、キャンプかなんかに参加しましたね、いつの。そうですよね。はい。で、ちょっと、紅白戦で点取らせてもらって、だから、うん、結構いろいろ覚えてますよ、まだ。まあ、あの頃はもう本当に超高校級でね、いろんなクラブからね、誘いがありましたからね。そうですね、でもなんかそんな実感はなかったですけどね、なんか毎日こう試合していくのが大変で、なんか、うん、はい、代表とみたいな、国体とみたいな、インターハイ選手権みたいな、なんかもうずっと試合ばっかりで、学校行ってないですね。あなるほどね。まあ、そういうことでね。あ、で、そして、まあ、もちろん、吉田浩一と、勝野智、この2人で、進めさせていきたい、いければなと思うんですけれど、ざっくばらんに、まあ、金曜日はいつも僕らライブやってるんですよ。あ、そうなんですね。毎週金曜日はライブをやってて、過去、こんなにスムーズにですね、番組に入れたことはありません。確かにどういう感じですか、それは。俺はどうしてなんですかね。まあ、どうしてかわからないですけど、まあ、今までそういう感じでしたね。一応今番組の方もいらっしゃってくださってるかと思いますので、サティアナさん、こんばんはということでですね、こんばんは、いつもありがとうございます。金子さん、ワールドユース代表ですよね。そうです。あ、でも事前合宿で僕怪我してしまったんで1ヶ月前だ。そうなんだよね、実はね。その世代で言うと阿部勇樹違います。阿部勇樹の1個上になる。1個上の、あ、じゃあワールドユース1個上の代、小野伸二たちの代です。のワールドユースですか。そうかそうか。そう、ナイジェリアワールドユース組だ。で、怪我をしちゃっていけなかったって。あ、ブルキナファソってところで怪我しました。ああ、ブルキナファソ。ブルキナファソね。いわゆる トルシエ監督が、あれだね、連れてったところで。ね、代表監督やってたっていうところで。はい、ブルキナファソ、どこにあんの？です。ナイジェリアの左ぐらいじゃないですか。隣だ。あれももう選手権終わってすぐだったんで、フランスで、なんかあんまり知られてないですけど、選手権中僕肉離れ2回戦からしてるんですよ。知らない知らない。もうふくらはぎが MR で真っ白だったって知ってて、そうなんですか。このままやっちゃったんでしょう。今自分が指導者のだけど、やらせないでしょ。今だったらやらせないですね。でも、でもなんか、選手の気持ち考えたら、やらせたいっていう気持ちはまたするかなって。でも、まあ、あれだよね、その、どの、言い方は厳しいかもしれないけど、どのレベルの選手かっていうのはあるよね。まあ、そうですね。まあ、この怪我ぐらいだったらっていうの、乗り越えれそうだなとか。はい、まあ、それ以外に治療とか、今です。はい、すみません、もう今あれなんですけど、新しいチャンネル登録者にですね、はい、宝の泉さんっていう人が入りました。誰ですか？宝の泉さんっていう人が入りました。はい、音読みしてもらえればいいです。宝泉。宝泉です。びっくりしました。今登録してくれました。はい。すごい、僕らはよく分かってますけど。武南高校の全国大会優勝世代ですね。年齢ですね。はい、まだ分かんないんだけど。大丈夫ですよ。分かんないですよ。宝の泉さんですよ。まあいいですよ。あんまり言うと怒られちゃうから、まあ、もう僕らは分かってますから大丈夫です。はい。はい、今もここについてるじゃないですか。あ、そっち？ここについてる人と同じです。定治君。
ちゃ。そこの人です。はい、そうなんだ、ブルキナファソに行って、そういうことがあったんですね。そうです、まあでも、あの遠征、結構過酷でしたよね。うん、あ、ホテル行ったらベッド一つしかなかったりとか。まあでも強くなるよね、そういうことを経験すると。あ、まあそういう意味もあったと思うし、アフリカになれるっていうのが結構目的だったと思う。もう常に、まあ、今考えるとトルシエ監督っていうのはその翌年のワールドユース、あ、翌年じゃない、その年だっけ、ワールドユースのナイジェリアっていうのを想定してたってことなんですね。ああ、もちろんそういう意味合いの合宿でしたけど、うん、まあトルシエの場合はなんかこう先、もっと日韓の方とかワールドユースまでとか、うん、そのシドニーオリンピックとか、その長期的にこういろいろこう若手が吸い上げられて代表が日韓で強くなるっていう、そこまで描いた気はしますけど、うん、僕はね、ちょうどその時期は代表をチーム含めてね、取材を随分させていただいたん で特に、まあ、選手はね、ああいう監督はなかなか若いと難しいところもあると思うんですけれど、僕はね結構審判なんですよ、トルシエ審判で、まあ、そういったところで、まあ、今も代表監督は森保監督がやってて、代表監督と、まあ下の世代オリンピックの監督もやってますけど、トルシエ監督見てるから、まさにその長いスパンでチームを作ろうとか、そこでどういう選手を集めていこうかみたいな部分からすると、まあ、僕なんか森保さんはちょっと甘いっていうか、トルシエと比べると物足りなさを覚えるよね。これは僕の感覚だけど、うん、どうなんですか、川野さんは。すいません、今ねちょっとスピーカーのねテストしてて、あ、いいですよ、大丈夫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 そうですね、ブルキナファソはサヌを思い出します。そうですね、批評人間さんありがとうございます。コロナ対策のマスターマフラーしてんのって、はい、今一番流行ってるやつをつけてます。ちょっとでも小一くんそこに触れた方がいいんじゃない。ここですか、うん、ちょっとその気になります、ちょっと気になる人がいると思うんで、ちょっと何があったか。2日前なんですけど、はい、2日前の午後2時くらいなんですけれど、はい、北浦駅東口で、はい、好きなラーメン屋さんがありまして、ラーメンを食べるには車に乗ってると食べれないので、うん、どこに車を止めようかなと思って待って、はいはいはい、赤信号を待ってたら、うんうん、後ろから鈍い振動が伝わりまして、はい、これぶつかったよなと思ったら、今度は急に向こうが多分バックしたと思うんですね。おグッと押されたところ、これぶつかってんじゃないのぶつかってるよなとこうミラーとか確認し、ぶつかってんじゃんと思ったら、いきなりあっちは今度ぶつかったの分かったんで下がったんですね。そう、当然自分もこうなりますよ、ね、ダメージ受けちゃいましたああ、そういうことで外傷を負っております、今、はい、まあ、簡単に言うと、おかま掘られちゃいました、はい、結構重症なんですか。通院はしてますね。なんていうんですか、分かりやすく言うと、今持ってる痛みは寝違えた状態がずっと続いてる感じです。うん、痛いね。あ、背中の方まで痛いですね。そうだよね、向けなかったりとか張ってたりとかね、はい、なんでこっち側に向きづらいですね、うん、そうですこんな時にやるんだと思って俺はああ、そうなんですよ、まあ、コロナ対策の新しいマフラーだと思ってくださいはい、なかなかね、まあ、話散らからないように話してるけど、川野さん、はいはい、あ、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですか。今日ね、せっかく金子誠司さん来てるんで、うん、
たくさん話、まあ、さっきのね話ってまさにすごくて、高校時代に浦レッズの練習に参加していて、うん、取材してるなんていうのはすごいなって話なんですけれど、まああれだけの選手だからね、そうそうそう、浦和に来てほしいなと思ってましたけどね。本当ですよ。なんかね、浦和レッズも東福岡高校とのお付き合いをしようとしてますからね。ああ、なるほど。ね、なかなかこうしようと、もちろんその最近であれば近藤哲、うんうん、ね、そういう意味で言うとね、東福岡っていうのはセンターバックが育つ環境がありますね。ありますね。どうなんですかね。もう古賀誠治、正弘、小川正弘さんですね。うん、手島和樹とか、ね、そう手島和樹、千代田ですね。でまあそれはね、千代田だ金子っていう、まあこう、まあ大体同級生でしょ。そうです、同級生ですね。でまあその後近藤哲とか、そうやってセンターバックが非常に、センターバックがなんて言ったらそればっかりじゃないですけどね、三冠取った時のアウトサイドのダブル古賀なんていうのは、強烈でしたからね、そうですね、蹴ったら追いついてくれるんで、それが古賀大蔵、大蔵さん、大蔵、古賀大蔵、どっちもですよ、古賀誠司さんもそうですけど、古賀誠司君の場合だと、やっぱ左足っていうのが、イメージが、そうですね、すごかったですね、あのシュートはやっぱ。そうか、足も速かったのね。あ、でも、古賀大蔵さんと古賀誠司さんは、多分古賀誠司さんの方が速いです。あ、そうなんだ。大蔵さんは、走り方で速く見えてあとあの雰囲気ね。雰囲気で、そうです、そうです。ぐいぐい行く感じの。そうです。でも速いですよ、速いです。速いよね。はい、で、あの台のセンターフォワードがで僕と千代丹田ですね、うん。2年の時から。うんうんうん、センターフォワードでしょ。あ、センターフォワード。センターフォワード、センターフォワード。あの台の。センターフォワードですか。うん、あの台は誰だ、寺戸って一個下にいたんですけど、うんうんうん、まあちょっと怪我して出たり出なかったりとか。うんうん、あとは、まあ、最後の方は本山さんが。そうしてましたけど、もう、まあ、まあ真ん中で本山宮原っていう強烈ですね。ここもうまかったっすよね、やっぱりあんな人いないですよね、本山。はい、毎回こう練習終わった後1対1やらされたりとか、うん、なかなか取れないですよ。あ、でやっぱちょっとずつこう慣れてくっていうか、間合いとかそういうのはよく捕まえられて練習させられてたなと思いながら。あの川野さん、はいはい、今浦和レッズのにいる浦和市立高校の転生だった堀之内君の恩師の、はい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 、何先生でしたっけ。まっすぐ出てこないんだよね。そしたらね、要は東ブラジルに行った話かな。あ、はいはい、そうですね、あったでしょ。1個上、はいはい、その時に志和先生がね、はい、こいつ覚えといてくださいよって、うん、こいつすごいんですよって言ったのが、まあ、本山選手らしいですよ。これはねって言って、もう目に入れても痛くないような。うんうん、で僕はその志和先生どういう方かやっぱ存じないんで分かんないんですけど、そういう風にしてこう男子校でしょ、東福岡高校って。男子校です。それで部員も当時何人ぐらいいたんですか。いや、まだそんなに、うん、今みたいな300はいなかったですよでも自分が1年生で入学した時に100人入りました、とりあえず。うん、すごいな。100人入ってどんどんやめてきました見てもらえないっていうか、最初走りばっかりで、うんうん、それでもついてこれる子は残ってきましたけど。じゃあうまい子もいたんだね。いや、でも昔半面しかなかったですもん、ヒットコートの。おー、ハーフコートしかなかったんで。
東福岡もスポーツ盛んだし強いですもんね。そうです、半分がラグビー部で、うん、半分がサッカー部だったんですよ。野球部は違うところでやったの？野球部は隣でやってました。だからボールが飛んできてました。ああ、危ないです危ないですってやつね昔の高校サッカーあるあるね、危ないです危ないですってね。そうです、そうです、野球部が、はい、でもそんな環境でしたよ本当に。なるほどね、はい、その川野さん、はいはい、その、まあ、僕らもね埼玉の高校サッカー常に見てるじゃないですか、うん、でもあの東福岡高校っていうのは非常に強烈だったでしょ。あれは強烈だったね。まあ同じ三冠でもね、もうほら国体、国民体育大会が単独チームで出られなかったから、東高校が初めて全日本ユースとの三冠を取ったチームだったからね、うんうんうん、あれ2回やってんでしたっけ三冠って。三冠東高校からですか。そうですそうです、東高校1回だけでしたっけ。なんか2冠しました、違いましたっけ。インターハイと選手権、今ね、大丈夫してますよ。今大丈夫です。ここで、批評人間さんが、はい、いるんですけど、全部調べてくれると思います、ね。はい、調べ、ね、調べてくれます。コメントに出てくると思います。はい。そうなんですよね。そういうところで、まあ、東福岡の強烈でっていうのは、この前ちょっと誠司君と話したら、なに、あの代は1年間負けなかったんだって。あ、そうですね。50何勝でしたっけ。なえな何勝何連勝 ?52 何でしたっけ。50何連勝です確か。公式戦。はい。だって練習試合も負けないんでしょ、そんなんだ。練習試合も負けましたよ。あ、負け、練習試合負けるんだ。それこそ無難に、大山先生に会うと毎回言われるんですけど、三冠した代に、なんだっけな、7-0とかでも負けたんですよ。無難に。07とか。メンバー出てたの？ちょっとでもほぼほぼいたと思います。でもそんな風にして負けてることがあったんだ、練習試合で。本当に打たれたシュート入ったんですよ。で、大山先生に言うと、お前7本しかシュート打ってないみたいじゃないかって。まあでも、その負けたんで、全日本ユース前だったんですよ。負けてちょっとやばいぞっていうか、危機感持って。引き締まったみたいな。こうまとまったから、ブナンのおかげですかね、あれは。ブナンって誰いました？いや、それがでも選手はちょっと覚えてないんですよ。ああ、1個上の代なんで。金子さん、今おいつでしたっけ？ 40。40です。だから41の人たちがいたんだと思うんですけど、いや、なんだこのチームはって思いました、その時。あれ、アルディジャンに行った斎藤正人とか行った時じゃないですか。41ですか。昭和何年生まれ？僕ですか。はい。55です。ああ。54の代じゃないですかね。あ、そうかそうか。1個上だからね。昭和54年、はい、あ、そうか、79年目。三上ですよ、三上。あ、三上だ、うん。はいはいはい。その武南高校には、三上拓也っていうのがいました。三上拓也、僕のパパ友ですね。兄弟 J リーガーですよ。あ、そうなんですね。兄弟 J リーガーで、お兄ちゃんは、マリノス、マリノスベルディでしたっけ、うん、ベルディ、マリノス、神戸、大宮。はい、今は浦和で居酒屋やってます。あ、そうですね。はい。なんかその印象強いですね、ムナは。なんか、はい、ああそのブナン高校ですね、息子の行ってるチームの小学校の方のコーチにその時のやっぱりいますね。あ、そうですか。代がね、なんかそのことを大山先生が誇らしげに言ってたのが酒の場でしたけど。いや、で、大山先生と志和先生って日体の同期だもんね。そうです、そうです、仲がいいんですよ。ね、仲いいですよね。はい、仲良くて、
あれ、そこに言ってるみたいですけどね。ムカス先生もでしょ。そこでムカス先生も入るでしょ。習得ね。習得ですか。え、なんか今のあの浦和学院にいるムカサ君のお父さんです。が日体大の同期ですみんな。そう、みんな日体から指導者になってっていう感じですよね。うん。いや、まあそういう、え、ちなみにやっぱりそのそれだけの東福岡の中で、はい、え、やっぱり最初から目をつけられた選手なんでしょ。あ、そうですね、あの特待で取ってもらったんですけど、自分ディフェンダーじゃないんですよ、うん、おう、中大連ですし、もともと、うん、で、まあフォワードとかあの中盤とかやってました。おお。でちょっと中学校弱かったんですよ。うん。弱いチーム、まあ、県大会出て、あの初戦勝つか負けるかぐらいな感じのとこで、うん、あの弱かったんで、フォワードもディフェンスも1試合でずっと動いてました。ああ、なるほど。まあ、あとはトレセンですね。九州トレセンまで残ってて。うんうん。で九州トレセンでディフェンダーをやらされたんですよ、ね。ほう。それを見てだと思いますけど。なるほど。はい、だから、ここ入ってすぐ、お前はディフェンスしか使わないって言われました。で俺、中盤なんですけどって言ったら、はい、そっからですね。うん、お前はディフェンスでしか使わないと。はい、言われました。結構ショックじゃない？いや、ちょっとショックでしたよ。でもその時に古賀正弘さんがいたんで、うんうんうん、2つ上に、だからこう真似してました、うん、なんかこうキックだったり、うん、ヘディングだったり、うん、そのうちこう楽しくなってきたっていうか、うん、まあ、ディフェンダーって楽しいんだ、攻撃が始まるんだっていうか、あ、まあ、いい言葉ですね。はい、だ点取るのは好きでしたね。うん、ね、得点力のあるディフェンスだったもんね。好きだったんですよ。あのそのまあ名パートナーになる、はい、千代丹田君とも古い付き合いなの？まあ、そうですね、小学校から知ってます、トレセンで。ああ、いつはでもトレセンの時に参考書開いてこう勉強しました。ああ、記者で。あ、そういうタイプなんだ。はい、なんかもうすごい分厚い眼鏡かけて参考書開いて。あのすぐ近くに親戚いるからね。あ、そうなんですか。そうそうそう、うちの息子のあの同級生に千代丹田くんがいるんだよ。へえ。親戚なんですか。だって千代丹田くんなんて言ったらこの辺で千代丹田くんだね。え、河野さん、うん、ねえ、加藤さん、この辺で千代丹田とか言ったらえ、ちょっと待って、あの千代丹田と知り合いとか言ったら、うんうん、間違いないね。いいとこだって。いるんですね。聞いてみて今度。はい、よたまに会いますよ。だからいるんで。いや、あのすいません、いるときはそのまま出てって言って。なんでってなるんですけど、もうこ友達の輪みたいな感じなんで。わかりました。基本ね、あの僕らみたいな、僕らって、あ、これ、そう、これ川野さん、これ一応ね。僕らテーマがあってやってるんですけど、はいはい、お父さん手挙げて、はいはい、この人とこの人、はい、この2人が、まあ、いわゆるこう J リーグのサポーター第一世代。うーん、いや間違いないですよね、川野さん。まあ、それはもう間違いないですよ。僕は現場でねよく見てましたから。ご覧、もう本当に褒められることしかしてないですからね、僕らはね。そうなんです。あの話もこの話も褒められることしかしてないんですけど、均衡法制、ええ、そういうこ、まあ、僕らほら、チアホーンを辞めたとか、うん、ね、チアホーンを辞めて、J リーグの中でこうちゃんと流行らせるとかね、相手チームに対してのけなしだったかもしれないですけど、ね、けなしてるつもりがあの僕らがけなされちゃったりね。まあそんなことがあって、 J リーグの第一世代のサポーターが、まあ、今の J リーグだったりサッカーシーンを見て感じることを、
伝えていきましょうっていう、番組なんですよ、はい、なるほど。でそうなると J リーグってもう30年近くあるんで、いろんなことがあって、あ、今ねマネージャーの人がイヤホンマイク持ってきてる。そうです、すいません、はい、すいません、奥様ありがとうございます。あ、息子です。あ、息子ですか。え、大体マネージャー息子なんで、うちにもいますけどね。同級生くらいだよね。ですか。息子さん何年生。もう中2です。同級生だもん、うちのと。あ、そう、あ、そうだそうだ、うん、うちのと同級生で、なんか体ばっか大きくなって。なん、え、大きい。175とか。お、すごい。うちのが173だからね。早生まれなんですよ、しかも。で、あら、そう、足がもう俺と同じですよ。7.5 とか8ぐらい入ってます。いや、ね、可愛かった息子はどこ行っちゃったんだろうね。って思いますよね。ねえ、勝野さん。はい。可愛かった息子はどこ行っちゃったんでしょうね。はい、本当です。河原でリフティングをさせた。本当ですね。いつの間にか大きくなりますから。ね、誠治君ね。はい。勝野さんは、はい、3兄弟いるんですよ、お子さん。あ、そうですか。はい。全員サッカーやってて。はい。で、一番長男は花咲徳栄高校の、まあ、エースだったんですね。へえ。で、浜田行って、で、横川武蔵野でやったりとか、いわきでやったりとか、うんうん、まあ、トップアマでずっとやってたんですよ。へえ。で、次男は大宮アルディジャ。お、三男は浦和レッズの、まあ、下部相談です。株チームで、ジュニアユースやって。あ、そうなんですね。でその後東洋大学に両方行くっていうね。へえ。次男多分面識あるんじゃないですか。今大宮の U16 担当なんで。本当ですか。一回やりましたね。やりました。東洋大のグランドですか。そうです。で、でも何年前だろう、2年前とか2、3年前です。 2年前だったらうちのは U16 担当ですね。あ、本当ですか、はい、どっかで試合はしましたことあります。最近ね、はい、川野さん、はい、僕ら、まあ、ふざけた配信もたまにあるんですけど、ふざけた配信もたまにあるんですけど、ここのところこの勝野さとしさんが、っていうか正確に言うとさとしさんって最近、さとしさんって笑っちゃいましたよ、勝野さん。僕もさとしさんだって言われてるんだもん。誠治君ね、はい、その浦和レッズで今売り出し中の橋岡大樹君、橋岡、はい、サイドバックとセンターバック両方できて、まあ、代表も呼ばれてますけど。わかりますよ。ね、勝野さんガキの時から面倒見てんだよ。あ、そうなんですか。ええ、まあなんていうの、ちょっと調子に乗った言い方で言うと、はい、もう俺がリフティングを教えたくらいの。ええ、結構スピードあって、はいはいはい、高さ強くてあれですよね、いい選手です。はい、そうです。本当に家族ぐるみで小さい頃からお付き合いさせていただいてたんで、彼のお兄ちゃんとうちの三男坊が同級生だったので、はい、はい、浦和育ちですか。そうなんですよ。それで、そうなんだ。それでですね、めんどくさいっていうかすげえなっていうのは、この川野忠さんは橋岡君のお父さんとかお母さんとか知ってるんですよ。あ、そうなんですか。アスリート以下なんで彼。あとおじさんとかおばさんね。おじさんおばさん。おじさんおばさん。ああ、そうですね。あれ、いとこは取材してないの？兄さん、いとこ。勇気は八王子行っちゃったから。ああ、そうか。いや、八王子学園だったかな。やってないです、やってないです。八王子ですよ、高校は。なるほど。僕は八王子行っちゃったんですよね。そうですそうです。じゃ僕いとこの方は面識ないです。幅跳び。面識ないですか？はい。あ、そうなんです。お父さんお母さんは。
あ、存じ上げて、もうお母さんはが僕一番よく知ってるんです、直美さんを。あの、ゆうきくんのお母さん。幅跳びの方ですね。はい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 。はい、ね、美人ジャンパー。あの姉妹は。妹もすごかったんですよ。ああ、そうなんですね。妹もね、すごかったんですよ。やっぱり中京大と同じ、埼玉栄から。はい、はよく取材しましたよ、インターハイとか国体で。あの大輝のお母さんも埼玉栄ですから、みゆきさん。そうそう、あの特注ですよね。はい、特注です。時は中学ですね。時は中学です。あ、全中で優勝してますよね、4K でね。すごい、ね、あのそうだと思います。とにかくその当時の中学進か高校進を持ってるんじゃないですか、お母さん。直美さんは日本記録です。あ、すごいですね。家族全員中3で日本記録ね、幅飛び出して。すごいな、アスリートなんだな。いや、僕の勝野さんの長男の方もよく取材してましたよ。うちの長男ですか。はい。確かね、一回埼玉新聞に写真も載って、はい、勝野さんから駒場で会った時に、はい、モデルにしてくれないかって頼まれた記憶があるんですけど。いや、すごいいい写真を撮って、しかもかなり何回も写真載せていただきましたよ。2回以上は確実にの、掲載してますね。そうですね。なぜか本当にうちのせがれ抜かれて、ああいうふうになぜだろうみたいに思って、そんなに強くはなかったんですけど、まあまあでもあの台は良かったんですよね。そうです。でもよくほら点取ってたから、やっぱりシュートのゴールのシーンでカメラマンが撮ったと思うんですよ。そうですね。ありがとうございます。はい。いや、嬉しそうですね。もう最近なんか僕、はい、もう僕が怪我したタイミングくらいからいつもニコニコしてるって言われてる。そういう感じなのよ、誠司君。僕らね、結構めんどくさくて、めんどくさいって言われてるんですけど、仲いいですね。サポーターではあるんですけど、はい、まあ、父親でもあったりとか、うん、勝野さんはグラスツールで、やっぱりこうアマチュアのチーム持ってたりとか、あとスクールもやってるんですよね。どこでやられてるんですか。浦和でやってるんですね。はい、はい、なんで顔出さなきゃですね。ああ、ぜひ、ぜひ日曜日の夜、自分たち社会人のチームの試合が終わってから夜子供を教えてるんです。だから子供も大変ですよね。少年団の試合終わってから日曜日またうちのスクール来る子。何人ぐらいいるんですか。でも50ぐらいですかね。やっぱまだやりたいっていう欲求があるんでしょうね、サッカーをもっと。はい、ただうちの場合は日曜日なんで疲れちゃうんで 100% やれないんだったら来なくていいよってことでチケット制にしてるんです。あ、なるほどね。チケット制、月謝だときついじゃないですか。日曜日みんな試合終わった後家族で食事したりとかそういうことも必要だと思うんで、来たい子は来なさいと、 100% やって上手くなりたいんだったら、うん、ということで、だから大体15から25ぐらいですかね、来てるのは。半分ぐらいじゃないですかね。まあね、多分まあ、僕も高校の指導者やってる時があって、まあ、生徒募集っていうのはね、河野さん分かると思うんですけど、簡単じゃないんですよ。でよく県立で公立高校の指導者の方っていうのは、まあ、学校の先生じゃないですか。よく集めるとか集めないって話するんですけど、あれ結構間違いなんですよね。生徒募集ってすごい大変なんで、集めてるなんていうのは簡単な言葉じゃなくて、いい選手っていうのは他にとってもいい選手なんで、必ずしも来てくれるわけじゃないんですよね。ね、誠司君。そうですね。でもやっぱ、まあ、チームが魅力的にならないと来ないだろうなっていうのは、うん、思いますね。なんかサッカーしたいとか、うん、高校楽しそうとか、うん、あそこ行ったら伸びそうとか、なんかそういうちょっとでもこう思ってくれる子じゃないと興味を持たないですよね。あとは誰かが行くからとか、うん、あいつと一緒にやりたいと か、うん、だからそういうのが結構プラス材料な気がするかな、うん、まあ、生徒の青春だと思うんで高校サッカーって、うんうん、
だから多分自分たちはそれ手伝いするだけかなって思ってるんで、いつも上手くなりたいとかこう結果残したいとかそういうのをうまくこうどう持っていくかっていうのが指導者なのかなと思ってるんですけど、まだ5年目なんで自分は。どうですか川野さん、その誠司君の今指導者としての、そうですね、思っているところっていうのかな。これからですよね。でもね、いろいろでもやっぱりこう、ね、うん、とにかくいろんなもん指導者見てきましたからね、うん、カテゴリー問わずいろんな指導者、まあ一番やっぱり見てきたのは高校の指導者ですよ、うん、皆さんご苦労されてね、本当に特にもう埼玉のサッカーが本当にね、どこが出ても全国優勝の候補っていう時が一時期あったわけですよ。浦和南高校、浦和西高校、児玉高校、浦和市立高校、武南、どれが出てもね優勝候補が筆頭になってた時代があったんですよね、まあ、川口高校なんかもすごい強い時代があったし、でそういう時代のね、僕ちょうどね監督さんみんなやっぱり取材してたんですよ。仲いいですもんね、そうなんだ。だからね本当にもうね表面上はね、まあ切磋琢磨しようなんて言ってますけど、裏じゃもうとんでもない汚いこと。いやでもそれぐらいしないと、まあ汚いって言ってもそれが当たり前の時代だったんですよね。あのすごい面白い話があってね、うん、これもあの武南の大山先生に聞いたんだけど、武南がインターハイに行って、どこのインターハイだったか忘れちゃったんですけどね、清水東と、ね、準決勝かなんかで対戦することになったんですよ、うん、でその時ね善亀さんっていう監督だ、あ、善亀っていうのがキーパーだったんですよ、ゴールキーパーで、善亀ってゴールキーパーいて、で監督誰だったか忘れちゃったけど、それでね武南とたまたま同じ宿舎だったんですって、うん、そして武南が朝のね散歩に行くと、勝田先生ですよ、あ、そうだ、勝田先生です、勝田さんだ、うん、ごめんなさいね、どうぞ。散歩の邪魔をするわ、それで競技場までねバスで行くんですけど、サブの連中が全部、あのレギュラーは自分たちのマイクロで行って、サブの連中を全部ね、あの市営のバスに乗せて、武南の選手は全あのね座らせないんだってあーすごい、もうそれぐらいやんないと。で大山先生もまだね、その時は確かね、インター全国大会出場がまだ何回2回目か3回目だったのかな。もうそれからいろんなことを勝つためにはね、いろんなことをやんなきゃダメだなっていうことを勉強したそうですよ、うん、あのあれですよ、大山先生とね国体一緒に、まあ、僕の恩師はやってたじゃないですか、まあ、森田純一とか、うん、ちょっとこう帰ってきてよく静岡の選手の話しましたよ。そうですよ、静岡の選手はうまいよな、倒れても一人では、あの相手せ、あ、一人で倒れたらこっちも起こさないんだよなって、倒れて起き上がらねえんだよなって、上に乗ったら起き上がらねえよとかっていうね、その静岡の何ですかね、まあその J リーグ始まってから俗に言われるマリシャそれを、まあ自分はね良かったなっていうのは、それをねうちの指導者は汚いっていうんじゃなくて、技術として高いものを持ってる、サッカー感として高いから、要は立ってしまえば相手もプレーできんだったら自分は倒れてる、でもそれはファールではない、アンフェアではないっていう、その、まあ川野さんがよく知ってるんですけど、僕の指導者は、あの恩師はもう汚いプレーとかめちゃくちゃ怒る人だったんで、その人がこれはありだなっていうふうに言ってくれたのが、あ、やっぱ静岡のやつは違うなってやっぱ思いましたね、そこで。ちょ、言って今ちょっと見てやっちゃったでも金子さんなんか今指導者5年目っておっしゃってたけど、一番教えてて難しいことってどんなところにあると思います？
難しいことですか、勝つことですか。まあ人に物を教えるってのは難しいことだらけですから ね、うん、だと思います。例えば自分がこうやりたいサッカーを練習でこう表現させて、うん、それが試合に出るかっていう、はいはい、うん、ただやっぱりそこには生徒の考えもやっぱあるし、それをやっぱ引き出してあげなきゃいけないしっていう、その作業がやっぱ難しいのかなと思うんですけど、ね、はい、パスコース決めて全部やるわけではないし、意思があって見て判断するわけじゃないですか、一人一人が。だその一人一人の能力をやっぱ少しずつ上げていかないとやっぱ勝てないと思うし、だその結果がついてきてないのはやっぱそう、まあ自分はやっぱまだ未熟なのかなっていう思いますけどね。それこそやっぱ綺麗にサッカーするこういう時にやっぱこういうとこ嫌なとこ狙うとか、生徒がやっぱそういうことを判断できるようになれば勝てるのかなと。あとやっぱ生徒募集じゃないですかね。あ、いやぜひね、どんな選手と一緒にサッカーやりたいんですか。いやでもまあうち来て頑張りたいっていう子じゃないですか。でやっぱ全国目指したいとか思ってくれる子が来てほしいと思いますけどね。あ、部員何人ぐらい。今年96ですかね。そうなんだね、うん、でも去年が113いたんでちょっと減りましたかね、うん、ちょっと学校が学力ちょっと上げたんで、あ、はい、ちょっとそこで減ったのはありますけど、簡単じゃないからね。本当生徒募集ってまず初めの一歩なんでね、能力を上げるかっていう時にも、うん、ここの選手がここに上がるのとここの選手がここに上がるのって、うん、伸び幅こっちの方が大きいんだけど、実際に高く上がるのはここにもうある選手だからね。ここ難しいですよね。でもその後の話からするとここの選手がここに伸びてその後ここに伸びるんであれば、うん、ありかなっていうので、まあ、要は育成型の、まあ、これは自分の恩師がやってたんですけど、勝負型の監督と育成型の監督がいると、うん、で自分は完璧に育成型だって言われた時に、それをですね何十年も経ってから聞かされるとすごくショックなんですよね。やっぱ高校生は勝ちたいからね。まあそうですね、うん、育成型だって言われると、うん、それが分かってればもっとやりたいよな。うん、そういうのは思いましたけどね。まあ、生徒たちもこう勝っていることの方が大きいかなっていう、うんうん、まあ、もちろん負けていることも多いですけど、あ、これが成功した、これができた、これが、あ、みんなとやってよかったみたいな成功体験をどう作ってあげれるかが大事かなと思ってるんですけど、うん、まあ、生徒募集やっぱ勝たないと来ないですね。県でやっぱ結果出さないと、うんうん、こういうその今年ねちょっとコロナ禍のことがあってリーグもやれてないと思うんですけど、うん、はい、そうですね。そこでそのリーグ戦文化推進っていうのかな、うん、リーグ戦ってリーグ戦がやっていこうよみたいなことっていうのが非常にまあ日本のサッカー界全体の中でそれがこう全体のレベルを上げるんだみたいな、うん、考えが、まあ、今は主流となってて実際にそういうふうに組織も動いてるんだけど、はい、実際どう思いますそれって。要はリーグって今年の成績が来年に反映されるわけじゃないですか、うん、ああそれありますね、うん、今年強いチームでもう来年実は引き継いだチームはそうでない、その実力がない場合もあるわけじゃないですか、はい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 、逆に言うと、僕はいつも微妙だなと思ってるのは、まあ、日本の場合今プレミアリーグってなって上位リーグとそうでないリーグみたいになっちゃってるんだけど、プレミアリーグっていうのはもう何年も確定しちゃってるじゃないですか。そこから下に落ちて例えば県リーグまで落ちるなんて言ったら相当落ちていかない限りそこまでいかないし、それって自分たちではどうしようもできないことだよなって思うわけですよ。本庄第一は今年はカテゴリーは今年はあれですよ、支部ですよ、支部。今年は支部、はい、の一部落ちてしまって去年上がれなかったんですよ。
入れ替え、うん、入れ替え戦で、はいはいはい、入れ替え戦で、武蔵越生とやったんですけど、うん、まあもう3年生引退しちゃったんで、うん、2年生で試合をするってなって、うん、まあその試合の日のそこの1週間が修学旅行行っていないっていう修学旅行を行って帰ってきた次の日が試合だったんですよ。うん、まあ動かないですよね。まあみんな楽しんできたんだろうなと思いながら。まあね、だからどうですか、川野さんなんかこのリーグ戦の時代になって。僕はね、まあ高校生年代のリーグ戦ってのは、まあ賛否両論あるのかもしれないけど、まあ僕はどっちかって言ったらいいことだと思うんだよね。特にね、僕ね、うん、小学生年代の4種のリーグ戦をね、うん、埼玉県サッカー協会で取り入れたってことはすごくいいことだと思うんですわ。うんうん、要するに、まあ、4種選手権っていうのが、今年で11回目ぐらい、12回目ぐらいになるのかな。うん、まあ、あれ、横山健三さんが埼玉県サッカー協会 の、はい、あの専務理事時代に、昔の NTT カップ少年サッカーっていうのがあって、うん、それあれはトーナメントだったんですよ。うん、それでトーナメントでね、1回ポッキリでね負けちゃったチームは全く成長できないからっていうことで、あれリーグ戦に切り替えたじゃないですか。はい、でまあもちろんね最後はトーナメントでやりますけど、うん、それでやっぱりあのトレーニングと、試合を繰り返すことで、あの年代は成長していくんだっていうことでね、うん、僕まだ会社新聞社に勤めていた時に横山さんに協会に呼ばれてですね、うん、こういうことを俺やりたいんだけどね、ちょっと記事にしてくれって言われ、うん、って言われて、僕もなるほどと思って賛同してね、すごく大きい記事にして、それをその時たまたま犬飼さんがまたあの、あの時は J リーグの専務理事だったのかな、まだ協会の会長にはなられてないと思うんだけど、それでまああのお二人はね、レッズ時代からすごく仲まああの二人三脚でやってきたような人ですから、それで日本協会も埼玉県サッカー協会が先鞭をつけたことで、協会もそれに右へ習いしてリーグ戦をかなり取り入れるようになったっていう経緯はあるんですよね。だからやっぱり小学生中学生年代っていうのは、僕リーグ戦っていうのはね、大事なんじゃないかなっていうのは思いますね。高校生の今ね、埼玉県のリーグ戦っていうのは、金子さんおっしゃられた、あの吉田君言った通りにね、その年よくても次の年がどね、そういうケースでも、それはでもしょうがないんじゃないのかなと思うんですけどね。また1年頑張ればいいんじゃないですか、後輩が後輩がね。僕はね、だからあのそのまあいろんな考えとかってあると思うんですけど、そのエリアのトップチームが去年のチャンピオン、あの要は最、そうね、簡単に言うと今プリンスリーグに A っていう学校がいるんだけど、翌年はじゃあ新人戦やってでもいいし、なんか大会やって一番だったチームはそこにリーグに入ればいいんじゃないかなと思うんですよね。そうするとすごい緊張感がずっとあると思うんですよね。なるほどですね。僕が思うには、そうすれば、あの要は他のチームのことも応援できるんですよね。だから来年は例えばまあ浦和レッズや大宮アルディジャーもそこに入ってるじゃないですか、プレミアとかっていう、例えば入ったとするじゃないですか。でも彼らも同じように県のリーグを戦って、まあ、ブラジルっぽいかな感じくらい、そこのリーグで勝てばそこに上がって、そこでプレーできると。2枠あるんだったら上位2つが、要はブラジルだと州選手権があって全国選手権があってっていうのと同じように、まあ、そういうふうにした方がより緊張感がずっとあるんじゃないかな。それはすごい緊張感あるね。あるでしょ。だから別に浦和レッズにいるから大宮アルディジャーにいるから必ずしもそうだよね。負けちゃったら下のリーグでやんなきゃいけないっていう、でもそこで勝ったチームは上でできるっていうのはもう激しくなるんじゃない、うん、ね、確かに確かに、ね、いろいろ下克上があるよ、それの方がね、余分なこと言うなって言われちゃうかもしれないですけどね。そうしたらね、やっぱりあそこの監督のところ行きたいなとかっていうのは増えてくんじゃないかな。
そうですね、結果だけじゃなくてですね、うん、どのリーグにいるかっていうところじゃなくてっていうことですよね。その要は、あ、このチーム2年後だったらいけるからって言って、うん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 、絶対ここでいけるんだったら上のレッツのやつはここまで行くんだから、うんうん、こう俺らの代で食ってやろうぜとかね。募集が難しくなりますね、それ。いや、募集はよりここになるでしょ。腕ですか。腕でね。なるほど。やっぱり今年の募集は多分一番難しいんじゃないですか。いや、そうなんですよ。本当に練習もやってなかったし、うん、まあ、ちょっとオンラインとかも考えたりもしたんですけど、うん、まあ、再開、まあ、練習始まりそうなんで、ジュニアユースとか、うん、まあ、そういうところに顔を出せたらなと思いますけどね、うん、でやっぱ結果が欲しいですよね。やっぱね、新人戦とかで勝っときゃよかったなっていうのはありますね。いや、まだまだ金子誠司でいけるんじゃないですか。いや、いけないですね。もう無理ですね。まだやっぱこう見てると思いますよ、生徒たちも。どんなサッカーして結果がどこまでいってるかとかは、子どもたちもやっぱもういろんな携帯で見れるわけですから、もう、うんうん、まあだから自分はこう、まあ受け持ってる生徒をしっかりこう見ていくっていう作業と、やっぱ結果出すっていうところと、あとは見て回るっていう作業が大事かなと思うんですけどね。ちゃんとやってれば多分周りには伝わると思うんで。うん、川野さん、その辺のその募集っていうのも、例えば大山先生だったり、うん、浦和学院だったら石井先生だったりとか、私学の先生見てきたと思うんですけど、どうだったですかね。いや、それはね、すごかったですよ。徳原の金子先生も。あ、はい、どんな感じですか。小沼先生はすごかったね、帝京の。小沼先生。小沼先生はもう、与野とか、与野の周辺でフラ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 されてましたよ。練習はどうしてるんですかね。練習終わった後ってことですか。いや、どうですかね。だから、うん、練習はない時とかじゃないんですかね。まあ、でも、僕がね、それ、まあ、もうでも、30年くらい前の話ですからね。だから、大山先生も与野に住んでてね、またフラフラしてるなぁなんてよく言ってました。じゃあ、ちょっと俺も与野にフラフラしに行きます。ああ、まあ、与野から帝京に行った選手はむくちゃくちゃ多かったんですよ、昔。あ、そうなんですか。浦和も含めてね、浦和と与野はすごく多かったんですよ。で、四中高と同時優勝した代あるじゃないですか。あ、はい。帝京が、はい、小倉、四中高に小倉君とかいてね。はいはい。で、あの時ってレギュラーの9人が埼玉県の中学生ですから。キャプテンの日比君と、今のは帝京の監督やってる日比君ともう一人だけです。はい、あとみんな埼玉の中学生ですから。ああ、でもそうなるんですよね。そうなんですよ。埼玉はこうどこでも行けちゃうじゃないですか。なんか東京にも出れるし、千葉も。それがちょっとあれですよね。誠司君のね方だと群馬にも強いチームがあって、はい、そっちにも行く。そうですね。なかなか厳しい位置にいますね。土地的にはもうね、今東埼玉県のその北部っていうのが、はい、バトルエリアですからね。まあそうですね、まあ、強いところいっぱいあるんで、招致さんもそうですし、聖徳もそうだし、ね、増えてますね。いやいや、だからそのね、川野さん、かつてはそういうね地図はなかったじゃないですか。なかったですね。特に北部地区っていうのはもう児玉高校だけが強くてね、うん、大昔ですよ、大昔。はい、知ってます、知ってます。もうね、ほとんどちょっと失礼な言い方すると埼玉県の北部は不毛地帯だったんですね。招致の小島先生が毎回そうやって言いますね。うん、そうですよね。まあ小島さんなんかがね、本当に引っ張ってね、
北部引っ張ってって、うん、あそこまでね行きましたけど、だから今なんか切磋琢磨できていいんじゃないでしょうかね。あとね、為谷くん頑張って、あ、そう、はい、そうですね。ね、まあその他にでもやっぱりあとね、公立高校だってまあ熊谷高校とか、あと総大本庄じゃないですかね。総大本庄も強いです、はい、ね。それがこう変わってきたのは江南南から熊彦さん、はいはい、が4週3週が良くなってきたからっていうのが僕はなんかすごくあるような気がするんですよ。ありますね、それはね。確かに、うん、まあ、天沼さんなんかもね、ずいぶん頑張ってくれてましたからね、うん、熊さんもね。そうですね。やっぱそうやってこう、やっぱ下がこう支えてきた方がいるから、やっぱこう、そうですよね。うん、強くなってると思うし、やっぱ預かった以上、もうちょっと強くならなきゃなと思うんですけどね、来てくれてる、熊スポから来てくれてますから、生徒も。そうですよね。だから、はい、4種の江南南から、後にいろいろな高校に行って、でプロに行く選手っていうのが非常に今多いですから、うん、そう出てますよね、はい、めちゃくちゃ数としては多いんですよね。わかります、わかります、はい、北部はだから逆に言うと高校、北部の高校はまた激戦になってますよね。そうですね、うん、なんかこうやっぱ色を出していかなきゃいけないなっていう、あとやっぱハード面とかそういうので負けてるんですよ。小智深谷もそうだし、まあ、生徒人工芝、人工芝は一面ですか？うちないんですよ、人工芝は。あ、人工芝ないんですね。そうです、そうです。まあそれに向けて結構なんですね。動いたりはしてるんですけどね。はい。はい、まあ学校あっての部活なんで、はい、なるほど、その辺がちょっと進んでないところありますね。それがないと強くはならないと思ってるんで、うん、自分は。まあ、大事だよね。そうです、うん、まあもう今のサッカーがもうスピード上がって、やっぱりこう土でできるサッカーじゃないと思うんで、うん、まあそれだけ言い訳はしたくないですけど、千葉県のサッカーがっていう話になった時に、千葉県の場合私学が、はい、とにかく今千葉県は私学は人工芝は持ってないとダメらしいんですね、うん。あ、そうなんですね。はい、それが千葉県の場合はすごく、プラスに動いたって言われているのは、渋谷幕張、ね、河野さん、渋谷幕張高校とか幕張総合とか近くにあったりとか、ね、まあ、勉強もできる学校で、うんうんうん、勉強ができる学校、要はサッカー運動ができる学校じゃなくて、勉強ができる学校も施設をっていうのでみんな選ぶらしいんですよ。なるほど。でそうなってくると進学校が人工芝のグラウンドを持ってくれるっていうのが非常に重要らしくて、なるほどですね、進学校が進学もできる、学校の設備もいいであれば、進学校じゃない学校が設備のに対して投資をしないと生徒募集はできるはずがないっていう学校の考えが千葉県は多いらしいんですね。いや、うん、わかりますよね。ただそうなった時にどうなるかというと、みんな人工芝になるんで、つまりそれは変わらなくなっちゃうんですね。もうそれは条件にはないらしいんですよ。でも逆言えばそれが最低条件になるんですよね。そうそうそう。もうむしろっていう、だから群馬の方とか多い気がするんですよ。人工芝、育英もそうだし、新島学園とか共愛とか、あ、県大とか、ね、県大とか、うん、だから全然、まあ、週末はそこでやればね。そうですよ。全然大丈夫です。でも公式戦もほとんど芝生じゃないですか？高校は。もうそうですね。あ、でも支部ぐらいだとまだ土でやったりしてますよ。あ、土でやったりしますか。2年、はい、2年前が県リーグ行ったんですよ。県2部、はいはい、上がったんですけど、はい、その時3年生が6人しかいなくて。2年生で戦ってるような状態だったんで、ちょっと残れなかったんですけど、やっぱ環境とか、やっぱリーグ戦、さっきいろいろありましたけど、まあ、毎週こう、リーグ戦をこなすっていうのはすごくいいかなって、個人的には。毎週こう、こなって、うん、県リーグ結構やっぱレベル高いんで、うん、埼玉はどこが出てもっていうか、戦ってもやっぱ強いんで、
そういう意味では初めてこう県リーグ戦って勉強にはなりましたね。あ、リーグってこうこんな感じなんだ高校生のっていうのは。でもちょっと差がありすぎてちょっと得るものがなかったかなっていうのはあります。負けが多かったんで。河野さん、その今、まあ、金子監督が埼玉県レベルがっていう話が僕らもよく聞くじゃないですか、うん、いわゆるレベルっていうかアベレージ、うん、でそれっていうのはどうなんですか。やっぱアベレージ高く感じるの、金子選手、あの金子監督。でもなんかこう全国でなかなか勝ててないって言うじゃないですか、うんうん、だから逆を言うとなんかこうもっと違う県、まあ、九州だったら本当に自分が高校時代は一船までバスで行ってとか、そのまま丸岡なんでしたっけ、丸岡、福井福井まで行ったりとかで、戻ってきたら沖縄飛んで試合するとか、すごいな、本当そんな時代だったんで、本当夏休みの3週間ぐらい帰ってないみたいな、はあ、そういう時代だったんですよ。でも埼玉とかだとやっぱりこう関東で完結したしちゃうじゃないですか。うん、まあ、千葉行けば千葉のチームと試合できるし、まあ、群馬とか栃木でも試合できるし、でもっと多分いろんなチーム、いろんな地域のところともっと試合をする機会が増えて、いろんな過酷な状況でもサッカーをできるっていうか、うん、もう一つ必要なのかなって思うんですよ。でも低いとは思わないし、まあ、翔平がや最近こうね、去年選手権で今年か結果出したけど、うん、まあいつかこう全国取るようなチームが多分出てくると思いますよ。ただやっぱこれだけの県にチームがあって優勝できるのは1チームだけなんで、うん、だからそのうち取りそうじゃないですか。どうですか、翔平最近強いんで、まあ同じ県で言うのあれですけど、どうなんですか、河野さん。頑張ってるなと思いますよ。やっぱり正直言って、一番近いのはやっぱり翔平ですよね、うん。どうしてもあのサッカーはね、僕初めね、翔平のサッカー見たとき、もうね、初め、少し強くなりだしたのが10年くらい前だったかな。あの時ね、今の監督さんがまだ青森山田中学校こうで指導していた時の選手が何人か来てたんですよ、はいはい、あの頃からやっぱりパスワークのサッカーをやっていたんだけど、うん、パスをつなぐだけでね、横パス、やっぱりポジションはすごいんだけれども、横パスばっかりで縦が全然入んなくて、あれじゃあんまりディフェンス怖くないんじゃないかなと思ってて、やっぱり案の定ね、そんなに上にはいけなかったんだけど、ここ5、6年見ていると、うん、何でもできる選手とチームになったわけですよ。短いパスはつなぐわ、ロングパスはつなげるわね、もうポゼッションはできるわ、ドリブルはできるわって、あれね、とんでもないストライカーがいたら絶対負けないですよ、うん、まあいい、もうずっと歴代ワントップですけど、翔平っていうのはもう2トップにしたことないですから、うんうん、ずっとワントップだけど、うん、ほとんどね、ここ数年のワントップはみんなね、超スーパーじゃないけど、そこそこいい選手。だからあれでね、本当にすごいストライカーがね、いたら、こう多分負けないでしょ。で、全然大きい選手がいないのに、今キーパーも全もう小さいですよ、いつも。そうですよね。もうパスコースはね、ボランチとセンターバックがちゃんと切ってるから、キーパーも楽なわけですよね。でもちろんね、翔平が一番優勝に近いと思うんだけど、それを許しちゃダメなんですよ、他のチームが。確かに。僕も言いたい。そうですね。でも、翔平が絶対出れるわけじゃないじゃないですか。そうです、うん、だから、おととしのね、負けてるし、うん。いや、だから本当にいっぱいいるんですよ、埼玉。だからそう、確かにね、金子さんがおっしゃった通り、埼玉って第60回大会で武南が優勝して以来、だから38年ぐらい優勝してないんですけど、ただ弱い
地盤沈下を起こしてるわけじゃないんです、埼玉が。うん、って思いますけどね。吉沢さん言ったようにね、アベレージは高いですよ、埼玉のどこのチームも。うん、だからそれがね、もしかしたら勝てない要因なのかな。例えばね、千葉の一船と琉球の二強っていうような構図がないのかなっていうのもありますけどね。そうです。だって福岡だったら東福岡に集まるんですもん。確かに。うん、そうです。まあ、それはちょっと感じます。埼玉はやっぱこう、分散しちゃうっていうか、みんながこう、選んでいくから、どっかでグーって集まったら、もっと強くなるんじゃないですか。誠治君さ、その、はい、それなんでね、はい、今年は難しい、今年というか、つまり来年の生徒募集は難しいって言われてるんですよ。はい、そうですね。県外の指導者からの問い合わせが多いですね、僕のところにも。あ、そうですか。多いですね。よろしくお願いします。あの、情報をくださいと、情報どころか、はい、あの、我が校はこういう条件がありますっていうのが送ってくれますね。なるほど。そうなんですか。そうですね、寮費はいくらで、あ、ご飯はどれくらいつきますとか。うん、ちょっとトイレ行ってきます、すみません。あ、どうぞ。行ってらっしゃい。これいいんですよ、ライブですか、これ。でも、その、今日はね、あ、うん、ちょっとその、じゃあ今、お便りの中でね、たくさん。そうね、サティアナさんですけど、北部は4州、3州が強いですからねっていうの、いや、よくそれは見に、まあよくってことはないんだけど、見に行くようなことはあるんですか？あ、そうですね、まあ北部だと本当に、まあ、熊Sまあ FC 深谷とかレジェンドとか、うん、まあ東松山だったらペレーニャとか、うん、はい、あとは最近群馬から来てくれる子たちも増えてきて、上州の子だったり、うん、藤岡キッカーズだったり、うん、高崎 FC とか、うん、ちょっとずつ、まあ、広がってきてるかなっていうのはありますね、うん、まあ、セレブローとか、まあ、須藤直樹君がいたところとか、はい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 、まあ、うちの息子もそこ今やってるんですけど。あ、そうなんだ。そうです、そうです、うん、まあ、いろんな、チームの方とこう知り合えてるっていうのは少しずつですけどね、高校に選んでくれてるんで、まあ、そういうところを、まあ、もうちょっと増やして関係を増やして来てもっと来てくれればなと思いますけどね。まあほら、スクールのオーナーもいるんで。あ、そうですね。スクールのオーナーもいるんで、はい、ぜひ高崎線で来れますんで。寮はあるんですか？寮はないんですよ。寮ないんです、ね、やってないですね。やるとしたらもう部活単位でやるような感じですかね。なるほど。すいません、みんないなくなっちゃうじゃん。いや、バッテリーがちょっとです。今日はね、非常に充実してるんで、あ、勝野さん何飲んでるんですかって話が出て、あ、僕トマトジュースで、今ちょっとトマトジュース氷がなくなったんで、今またウーロン茶になりました。あ、なるほど。あ、そうですね。あ、面白いですよ。僕2画面で見てるんでね。ちょっと今席順変わりましたけどね。あ、確かに。川野さん、こんなコメント来てるんですけど、はい、埼玉県のフットボールセンター。はははは。うんうん、保護者の罵詈雑言をなくすために客席を置かなかったとどこかの記事を見たような気がするっていうことなんですが、これってフットボール文化を殺すことにならないんですかねって。いや、それは本当ね、賛否じゃなくて、僕はやっぱりそれに対する非難はいろんなところ各所から聞きましたね。ちなみに、うん、勝野さん、はい、これについてスタンドはつけた方がいいか、つけない方がいいか。ただ広くないんで、スタンドいらないんじゃないですか。なんだ、そこか。いや、ただ、なんて言うんだろう。海外ではいろんな、ご父兄が怒鳴ったりとかいろいろすると思うんですけれども、日本だとやっぱり僕は、チームに任せて、
おとなしく心の中でとか頑張れぐらいの応援でいいんじゃないかなと思うんですよね。罵詈雑言言うっていうのはもう自分の子供を怒鳴るようなもんなんで、それはもうマナーの問題じゃないですか。そうやって罵詈雑言何言うんですか。相手のチームに対して言ってるんですか。これだから難しいと思うんです僕はね、僕はねサッカーだから、サッカーはサッカーでいいと思うんで、僕はね全く知らない人が見に来てもいいと思うんですよ、でそこの空気に合うか合わないかでしょって話で、でよくね高校サッカーが特に思うんですけど、高校サッカーってみんな応援するじゃないですか、たくさんの応援ね、あそこにファンの人、強いチームになるとファンの人って絶対いるんですけど、いますね。だけど簡単に言うとその人たちが応援もしちゃいけないってことになるんですよ、やっぱね、強いチームって人気があるんですよ。昔の帝京であったり武南であったりね、瀬地君こっちで言えばそりゃそりゃ人気のあるチームだったんですよ、どんな練習試合にだってファンが来てましたから。まあ女の子は多かったけど、でも僕たちもあれですよ、男子校なのに女性の方が多かったんで、そりゃ三冠だからね、まあそれは頑張れますよねそうそうそう、だから僕は逆だと思うんだよね、世界と戦うときに罵詈雑言の一つや二つ跳ね返すやつがいなくてどうするんだって僕は思いますよ。特に僕は埼玉県でサッカーしてるんであれば、そんなものは跳ね返してもらいたいと思いますね。逆逆、全然本質だと僕はね思うね。まあ度が過ぎるのはちょっとあれかもしれないですけどね、やっぱそれがやっぱ3種4種とかその世代にも結構関係があるのかなっていう、だって、まあ、高校生とかだったらまあまあいいかなと思うんですけど、いやだってね逆そう言うけど実際の部分4種の指導者が一番ひどいよなんかその話も聞きますね、4種の指導者はやっぱり人格否定するようなことを平気で言うからね、間違いないね、間違いない、それはありますね。高校の指導者とかが熱くなって言ってるのとかは全然もう熱いレベルに入らないですよね。あ、そうなんです、ね、だってサッカーだから当たり前でしょそんなの、選手がよくアピールして、カードもらったりするのは僕はも逆に持ってのほかだと思うんですよ、でもそれに対して言ってあげられるのって監督とかコーチしかいないからね、今のファールだろって、でも選手は黙ってろって、これは僕のまあ、いろいろどんなところに書かれても書かれてるんですけど、僕は指導を教わってきた中での、まあ、田口光久ってもういなくなった人ですけれど、それは言ってました、選手は物を言って得することは一つもないから、黙ってやれって。確かにそれ言ってましたね。でその代わり、でそれはセルヒオさん、セルヒエ・エスクデロさんは別に非常にこう普段も温厚で優しい人ですけれど、やっぱりこう試合になったら、まあ、熱く燃えて、選手のために退席したこともありますよね、川野さん。だね、最差だったっけ、あれ最差ですね、で僕はあれを見てセルヒオさんが悪いとは全然思わなかったですよ、そこの状況がよく理解できましたから、むしろ彼があれだけ怒るっていうのはそこであったことがあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。でも素晴らしかったのは埼玉の坂根選手しっかりプレーしてましたからね、壊れないでね、勝つ負けるは別として、そこがなんか僕はその埼玉坂根高校が当時ね埼玉県サッカーに風穴を少し開けてくれたような気がしたんですね、それをまあ例えば今町田大和とかJリーグの舞台で活躍しているっていうのは、その僕ら子どもの頃から見て、彼らの活躍を見てサッカーのセンスを見てこれいけるだろうと思ってるのをしっかりとやっぱり引き上げられるだけの力を持った指導者だったんだなって僕は思ってますけどね。
うん、息子のエスクベロ選手がどうこうではなくて、むしろその栄でプレーしたそういうの、特に体の小さい選手をトップレベルでプレーさせるようきっかけをしっかりと残してくれたエスクベロさんはすごいなって、そういう指導者はなかなかいないんでね、自分が勝つだけっていう人はいますけれど、それはジェイカブも同じですね、ジェイカブはむしろ もっとそうかもしれないですね、あのポジション変わっちゃいますからね、うん、まあ、さっきのフットボールセンターのね、なんじゃないけど、やっぱりね、僕なんかやっぱりね、それ入れてもよかったんじゃないかと思うけどね。確かにね、人格を否定するってことはないでしょう。うんうん、今許されないでしょ、それ言ったら。うん、まあ、でもスペースあるんですか。僕結構結構僕試合行くんですよ、実は。社会人で、あ、そうですよね。若干ありますね。そんなにスペースないでしょ、うん、スタンドをつけるっつったって、ね、あの大宮東みたいなああいう仮設のを多少置くぐらいしかできないんじゃないですか。そうです、観客席は無理ですよ、はい、あそこには無理ですよね、はい、もともとだからそういうあれにしちゃったんじゃないでしょうかね。あ、つけないってね、うん、うん、だってつけなくていいんじゃないですか、東松山の履行の代わりでしょ、要は。まあそうです、そうです、そうです、離婚がなくなっちゃいましたからね、数年前にね。もったいないですよね、離婚、ね、よかったですけどね、うん、あそこね、そう指導者のね養成なんかもあそこでやってたし、やってました、環境なんでですかね、あれ契約がまあ切れたんだろうけど、はい、契約です、もう一回あそこねしてほしいし、それこそあそこにスタンドをつけるような、あそこスタンドついたらよかったですよね。まあ、ねえ。そう思うんだけど。うん、あの、せいじ君、はい、どこのポジションを重点的にいつも欲しいなと思うんですか。まあ、縦が欲しいですけど、なんかこう、サイドで起点になる選手がやっぱ欲しいです。ああブラジルっぽいね、なんかそんな。なんか、あ、そうなんですかね、うん。もちろんやっぱセンターバックとかボランチ、フォワード、まあこの3つぐらいは核になる選手が欲しいですけど、まあその中でやっぱサイドから崩せる選手っていうか、こう切り刻んでいけるような、こう槍みたいな、こういう、古賀大蔵と古賀誠治みたいな。なんであんなこうザ・ウィンガーみたいな選手が最近はいないんですか、川野さん。ねえ、いないね、確かにね。まあでもなんか、あの、うん、あの古賀選手はすごかったよね、あの特にマリノスといった方って、うん、ステージすごかったですよ、強烈だったよね、うん、左足が本当すごかったです、すごかったよね、あの左足は、うん、早いしね、あれ、そっちの方が早かったんでしょ、そっちの誠司さんの。そうです、早いです、早いです。ね、はい。あれはすごい、僕、高校の時何回も見てるけど、あれはスーパーだったよね、あの速さと左足のシュートはね。うんうん、すごかったです、本当。なんかもう、フリーキックの時とか、壁に入りたくなかったです。思いっきりいけるんで。いやでもそれ確かに少なくなってるよね、うん、そういう選手がね、いやなんかまあ自分たちがこう、まあ、参加した時もそうなんですけど、個性が強くて、みんなもうなんか平均じゃないですよ、本当速い人は速い、強い、まあ、本山さんは器用、足元うまいとか、まあ結局ボランチの宮崎さんっていたんですけど、結構目立たないけど結構コースケースのうまかったりと か、うんうん、だかそのポジションにやっぱこういたからこう優勝できたんだと思うんですよ。だそのやっぱ突出してる選手がやっぱこうポジションでいっぱい出てくれば、またこうサイドウィンガーみたいなのも出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。でもそれって高校サッカーに限らず全てのカテゴリーで理想ですよね、サッカーチームとしてはね。育成年代でどうですか、なんかこう個性を伸ばすようにしてるとか、より平均的な技術をこう伸ばしますっていう。どうしてもありますよね。
4州ありますよね、そういう指導してるチームがたくさんね。まあ、ドリブルしかしちゃダメだとか。あ、そうそう、ありますね。そのドリブルっていうのは多いですね。あ、ドリブルは見たことありますね。ただドリブルってサッカーの中で実はそんなに多くないんで。確かに。僕はね、やっぱりキックが蹴れるっていうのが非常に重要だと思ってますけどね、サッカーなんで。蹴りたいとこに蹴れる、蹴りたいとよく止める話する人多いんですけど、どこに止めたっていいと思うんですよね、蹴りたいとこに蹴れれば。まあ、そこ、これはね、まさに今日この話とかになっていくと埼玉大学の監督の菊原信夫とか入れたいんですけど、やっぱりその何をやるとうまくなるのかとか、何をしたからうまくなるのかっていう話は、非常に、まあ、菊原兄弟の理論っていうのはすごいなと思うし、もうズバリ言いますからね、小学校の時の階段ドリブが僕らがうまくなった理由だと。で、兄貴との1対1って、それはそうだよね、菊原四郎と菊原の僕が1対1してるんですよそれはね、なかなか見れないですよね。それほら、誠司君、はい、アントラーズにいたでしょ。誰ですか。当時は運営だったかな、高島さん。ああ、わかりますよ。高島さんが、はい、菊原兄弟の住んでる前のマンションに住んでた、はいはい、だから、ね、あ、はい、今高島さんって言ってるんですけど、皆さん、高島さんって鹿島アントラーズ、はい、今はアカデミーの担当なんですよ、育成の方なんです。ああ、そうですね、長じゃないですか。違います。そうそうです、一番偉いんですけど、そうですね、青山学院を出た後に銀行員やりながら甲府クラブ、はい、今のヴァンフォーレ甲府の前身ですけど、うん、そこでプレーしてたんですよ、週末、うんうんうん、それで、まあ、J リーグできるっていうので鹿島アントラーズに行った人で、で、まあ、運営のリーダーだったりしたんですね。だから僕らサポーターだったんで、うん、よくお世話になったんですけど。あ、そうですね。そうしたら、いや、今もよくしてもらいますよ。そしたらもうね、うん、高島さん、菊原信夫が、高島さんよく知ってますよって言うわけですよ。僕らの兄弟の朝練をって言うわけですよ。なんで知ってんのって言ったら、高島さんね、うちの前にあるマンションに住んでて、って高島さんは東京の私立の中学校に行ってた、東京だか分かんない、私立の中学校行ってたから、僕らが朝練をやってる時に、うん、僕らの兄弟の朝練をいつも毎日見てたんですよ。だから菊原ブラザースのその1対1だったり、菊原ブラザースの階段ドリブルっていうのは、鹿島の高島さんが生き死証人なんですよ。今度聞いてみます。今度聞いてみて、本当に、はい、でだってそれが本当に上手くなるって言って、僕、菊原四郎と同級生なんですよ、同い年、うん、息子やってますよね、階段。あ、違います。あ、うちの息子、うん、そう、階段リフティング、階段リフティングね。あ、まあ、うん、あれ遊びみたいなもんなんだけど、うん、菊原四郎、菊原の棒は階段ドリブルなんで。ちょっと待ってください、どういうことですか、階段ドリブル。どうやんだろう。ね、階段がって言っても、狭い階段じゃなくて広い階段なんです、少し、はいはい、神社の階段みたいなイメージしてくれるといいかな、はい、ただ階段って段があるから、はい、ボールを上げるときにはつっついたり、うん、足の裏使ったりするわけですよ、はいはいはい、で必ずそのボールっていうのはコントロールが難しくなるんで、はい、まあ、上がったり降りたりっていうのを、そういう彼はしてたみたいなんだけど、うん、まあ、それが技術をこう上達させる非常に礎になったっていうふうに、まさに平なんだけど、なんかそれこそ隣の塀にボール当ててましたけども、よかったか分かんないですけど、でゴツゴツしてるからどう跳ねるか分かんないですよ。お、平らな壁じゃなかったんで、うん、まあ立派な塀だったんですけど、うん、それに当ててよくやってましたね。うん、あとは学校では廊下でサッカーやってたんですけど、休み時間に。ピンポン玉でやってましたね。ああ。小さい玉で。10分休み、いつもそれでやってましたね。はい。川野さん。はいはい。
フットボールセンターの話なんですけど、仕事のオーダーが入ってきました。フットボール批評の方にぜひ書いてほしいということです。フットボールセンターの話はですか？はい、そうですね。はい。あとは、そうですね。サーティアナさんから勝野さん。はい。今日はフィレカツは食べないんですか？今日食べないです。冷やし中華と餃子食べました、ね。そうですね。なんで、フットボールセンターについてはネットがあって見づらいですねとかね。いろいろやっぱりこう、やるところであって見るところでないっていう感じなのかな。まだ行ってないですね、俺。あ、そうなんだよ。はい、あ。まだ行く機会なくて行ってないです。岸田高校ですよね。はい、あ。まあ、ちょっとね、話がこうあっちこっちって言って、まあ、時間も長くなってきたんで、締めに入っていきますけれど、はい、まあ、ちょっとこれ一回録画してもらう、録画してあるのちょっと分割して、これ一本ずっと見るのって見づらいんで、10分なり20分なりとか、はい、まあ普通にライブ感覚でざっと流しちゃおうかなと思ってるんですよね。すれば、まあ、他の通常の、ね、こう、ものも見れるかなとか、まあ、ちょっと僕、今、ちょっと変わったのしてるんで、ちょっとね、下向くの嫌なんですよね、今。ちょっと痛々しいですね、本当。まあ、ちょっとそういうこともあるんで、ただ、ちょっと機会があったら、またね、誠治君、出てくださいよ。あ、はい、わかりました。なんか多分ね、知らない話とか、うん、交換できると思うし、そうですね、まあ、海外話とかまた面白いかもしれない、ね、いや、そうなんだ、まだね、全然そうです、ね、聞けてないし、はい、海外で、この前、海外だと赤星選手に出てもらったんですけど、そうですね、そうですね、うん、彼、今度オランダに移住するんですって。へ、はい、いや、海外暮らしたいです、俺。本当はい、海外みたいなもんでしょ、埼玉。いやいやいや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。日本の方が便利ですけど、うんうん、まあ、またこう、海外のゆるさだったりとか、なんていうんですかね、安全じゃない感じっていうか、例えば、食料買っとかないと買えないとか、なんていうんですかね。何カ国でやったの？は、シンガポール、インドネシア、うんうん、タイ、うん、で、ミャンマーです。4カ国です。もう最後のミャンマーが強烈ですもんね。いや、ミャンマー楽しかったですよ。なんかこう、これから経済発展するんだろうなっていうのはすごく見えましたしね。あ、はい、だからやっぱりここにね、金子誠治、赤星貴文、そして今井俊明を今井俊明をって言ったら、もう本当に秘境の話がみんなできるってね。結構あります、面白いの、ね、ぜひそういう話をね、はい、タイミングを見て聞かせてもらえば、あとはぜひなんかこれを見て、生徒募集、なんですか、金子誠治監督のもとでサッカーやったりとかどうすればいいですか？吉澤さんに一回連絡してもらえれば間違いないですね、それが、はい、まあ、じゃ あのここに書いてもらうのもいいですね。はい、全部連絡してもらえればこっちに連絡くるんで振り分けが大変なんですよ、地方によってやっぱり募集が大事ですから、吉澤さん募集が大事、いや、カールさん間違ってないですよね大丈夫でしょう間違いないね、はい、今度はじゃあこうしましょう。加藤さん。はい。カロさん。はい。はい。どうせなら、このまま今度僕ら北部行きましょう。あ、そうです。泊まりで行きましょう。はい。そして、タメ。小島先生と。金子誠治。濃いですね。6人でやりましょうか。どうでしょうか。その前、
その前に3チームで戦っといてもらって、はい、そうですね、どこの監督が払うかって決めといてもらってそれはもうやっぱ小島先生かなね、ちょっとそんなので面白いかなと思って、これふざけた話じゃなくてね、はい、やっぱ切磋琢磨する部分で言えば、例えばここに、内野君出てもらうとかね、無難の内野君出てもらうとかね、はい、村さん出てもらいましょうか村松さん、村松さん、で聖望のね山本さん出てもらうとかね、すごいですね。いや多分やっぱそういうふうに言ってって もう顔が見えるじゃないですか、埼玉県のサッカーの監督って、うんうん、あもちろん藤島監督をね出てもらうとかね、藤島が同期ですからね、同級生ですよ。ああそうなんですね。ああなるほど、習志野のサンバガラスの時の、そうっす、で、うん、なんか高校選抜一緒で、まあ、自分が行かなかったんで、うん、うん、だからまあたまにあの会ったりしますし、ああ、はい、なるほど、そうだ、藤島さんはねベリンツォーナの国際大会行ってますからね。ああそうですそうですそうです、はい、僕がその合宿の後にそうワールドユースでそうかそうか、あの時の習志野1回戦で負けてるんですよね。そうです、あのちょっと戦いたくなかったんですよあなるほど、あの習志野が勝ってると2回戦で当たってるんですよ。ああなるほど、やりたくないなって思ってたらまさか負けたっていうねえ、なんとか工業にねどっかの工業高校に負けたんですよね。そうです、そうです、スター軍団だったんだけどねえ、スター軍団、ね、いや強かったと思いますよ。いや強かったですよ、ね、吉野とかね、ああ吉野玉田、あと菅野、菅野、うん、菅野、菅野、そう、まあ、まあ2人が代表で一緒だったんで、吉野と菅野、うん、16で一緒で、うん、やりたくないなと思ってたら友、まあ、はうまかったしね本当に。そうですね、うん、まあ今ガイナーレでしたっけ、どこガイナーレ、ガイナーレ強化部ですよね。あれまあ岡野組だからね。まあまあそうですね。チーム岡野なんで。はい、あ。ぜひ岡野番長とも。あんまり絡んだことないですね。大丈夫ですよ。ここに来れば自然に絡めます。あとはあのガイナーレもいつも選手募集してますから。ああなるほどですね。じゃあ今年は。ちょっといる代だったんですよね。お、まあ、いろいろ来てくれたんで、ちょっと試合がないのがちょっと残念だなと思いながら、うん、選手権はあってほしいな、ね。あ、そうですね。いつ決まるかはまだ分かんないですか。そう、まだ分からないですね。やるとしたら多分9月ぐらいに一次予選やってみたいな話が来ましたけど、うん、だから最後、まあ、3年生大会をやらせてあげたいなっていうのは。そうだよね。はい、いろいろ、いやこちらもいろいろお世話になってますけど、はい、本当ですよ、本当いろいろたまに来ますよ LINE が。あ、ですか、頑張ってますよ、頑張って、うん、だからたまに LINE が来るから、はい、なんかまだ気持ちはあるんだなと思って。ああ、結構強く持ってる方だと思います、うん、向上心あると思いますね。今の話はですね、セルヒオさんからクレに電話があってですね、僕に、はい、ね、川野さん、勝野さん、セルヒオさんから、はいはい、クレのクリスマスだったと思うんですけど、電話があって、ある子がいるから、いるんだけど入れる学校ないかって言ってセルヒオさん、セルヒオさん何年高校サッカーやったんですかって、うん、10年って言って、セルヒオさん今の時期は何だか分かってるかって、分かってるから吉田さんに電話してるんじゃないさすがです、さすがだっつ、セルさんの、セルさんの腕の方がすごかったです、うん、で考えて考えて、あ金子君って電話したんです本当ですよ、でも年末ですもんね、あれ年末です、さすがです。でもその僕はその時にそういう対応、丁寧な対応してくれて、この人大丈夫だなと思ったんですよ、うん、大体その時無理無理とか、うん、あの何とかしてみるっていう人はなかなかいないんでそこで何とかしてくれて、かつね
大山くんがね、はい、大山くんが監督にどう監督に頼んだんだけど大山くん決めてくれちゃってるよ。そうですそうです。まあでもやっぱ本人と会った時にまあちゃんとしてたっていうか、まあその意気込みは感じましたよね。そうだから、うん、まあ一番はね3年間頑張ってくれて、うん、あと思いますよ、うん、ね、社会に出てくれればねまた何かつながっていくんじゃないかなと思うんですけど、うん、だと思います、うん、いいチームメイトがいるんだと思います、仲間が彼に、うん、それが多分一番いいんだと思いますけどね。なんか勝野さん、はい、なんか今一番の生徒募集にならない、そうですね、そう思います。はい、うん、やっぱりその大事なのはねサッカー一人でできないから、うん、そうですね、うん、すごくそれを今感じさせてもらったし、まあ、はい、河野さんもよくその辺は見ていらっしゃるんで、まあでも自分が高校選びで人生変わったと思うんですよ、ね、あ、なるほど、うん、本当にだそれは多分、まあ、宮原が本当にお前来いって言ったから言ったんですけど、へ、まあ、宮原がまあ福岡の県トレ戦トレ戦メンバー集めようみたいな話になって、うん、あ、なんか楽しそうだなっていうところから始まったんで、うんうん、でもなんかやってて楽しかったですね。勝つ負けるもありましたけど普段の生活とか学校生活も含めて楽しかったなっていう、だすごくいい思いですよ、人生の中で。多分高校サッカーが一番いい思いなんで、うん、いや、もう一回もう一回違う高校サッカーでいい思い出作ってください。やっぱそれはもう吉澤さんにかかってますよ、生徒募集に。ねえ、ほら勝野さん、みんなで頑張ろう、ね、勝野さん、あのね、はいはい、何回か前に僕らがやったのがあるんですけど、はい、実はね勝野さんは高校の指導者の人にもう一回青春が味わえるよって言って、で父母会長やったんですよ。あ、そうなんですか。だからね、そことの付き合い方っても大事ですからね。ああ、確かに。そこの部分でグラッと親父が動いちゃったんですよね。いきなり今消えましたけど、ね、すいません、バッテリーが大。でも本当に僕その1年間監督に言われて父母会長をやった時、1年間本当に命かけてやりましたよ。本当に極端に言うと、うんうん、新聞も作りましたしね。年間6回ぐらい新聞発行して、うん、はい、2ヶ月に行ってんじゃないですか。でも大変ですよ、意外と。そりゃそうですね、はい、でも自分が一番楽しかったです、うん、はい、でも結構父兄の方には助けてもらってますね、はい、まあ、ちょっとその辺の話はまた、はい、ぜひ。こうみんなエキスパートですから。あ、そうですね、みんなエキスパートですよ、それは。もうここにいるメガネかけてる人なんかもういろんなこと知ってますからね。高校サッカーの裏の裏まで知ってますからね。本当にそうですかね。ええ、もう笑いすぎですね。ツボ入っちゃってますけどね。間違いないですよ、ね。まあ高校サッカー楽しいからね。楽しい。いろんな角度でいろんなところ見られてて、僕なんかほら J リーグっていうか日本リーグの取材歴より高校サッカーの取材歴の方が長いわけだからね。うーん、高校サッカー楽しい。あ、早く埼玉県の優勝チーム、埼玉県の高校のね、選手権での優勝原稿書きたいですわ。書きたいですね、本当に。ね、やっぱ僕なんかはいいんですよね、こういろんな意味で、まあ、年齢的にも後輩で、こう仕事の部分でも後輩で、でもこう指導者としての一面の僕も河野さん見てもらったりとか、もうすごい勉強になって楽しかったですね、あの頃もね。ね、あ、楽しかったですね、本当に。ね、まあね、漫画みたいな人いましたからね。うん、でもやっぱ大山先生がすごいなと思いましたよね。大山先生はすごいなと思いましたけど、ね、まあ確かにすごいよね、戸様でね、う
もうみんなにいじめられてたんだから、小山先生は来たばっかりの時は、うん、あ、そうなんですか。そう、もうだからね、あの頃は浦和高校が一番強くてね、浦和南、浦和市立、浦和西、うん、であんまりね練習試合も組ましてもらえなかったみたいですね。ただね、唯一目をかけてくれてたのが去年亡くなったね、松本恭司君。だから試合の時はバチバチだったけど、あの2人はね、大山先生は本当にね尊敬してましたよ、松本先生のこと。あの北浦でね、松本先生って北浦にお住まいだったんですよ、元町、ね、うん、で北浦和のお寿司屋さんによくこういるから来いよって言って、大山先生も呼ばれるんですって、うん、よく泣きながら帰ったらしいですよ。あ、そう、うん、本当に泣きな、本当に泣かされるんですって。あ、で悔しいって言って大山先生、うん、でまあ、なんだっけな、あのまあそんなに悔しいんだったら勝ってみろとかね、やっぱ言われるらしいんですけど、うん、あのあれですね、松本恭司先生の会をまた作るんですけど、川野さん、ぜひその時も、はい、うん、あの OB の人とかも来てもらって話そうと思ってるんですけど、あの本当に時間が経ってから、あの先生の優しさみたいなことを語る人多いですよね。うん、そうだね、うん、あのよく人も見られてましたしね。見てたね。西野は絶対いい選手になるって松本先生は言っててね、西野さんがまだ浦和西の1年生の時ね、自分の試合が終わってからもね、うん、次の試合に1試合2試合ってね、一人でずっと見てたんだって。やっぱり試合を見てるやつがやっぱりいい監督、いい選手になるっていうのを言っててね、あいつは絶対いい選手になるってね、あの西野さんのこと高校生の時から言ってたんだってさ。うん、やっぱり見る目もあるんだよね、松本先生ってのはね。だからその見てる西野さんを見てるわけですよ。ああ、そう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 、そういうこと、そういうことですよね。そう、だから本当にそういう方の話っていうのはためになりますよね。なる。で僕もね、まあ、松本先生とはいろいろ酒の席とかね、夜の席とかいろいろお付き合いさせていただいたけど、本当にね、まあ懐が深かったね。あれ話しましたっけ、自分の恩師に何個やってくれって言った話。うん、知らない。知らないでしょ。僕らもびっくりしたんですけど、突然僕の恩師が実はこの時に、俺はそろそろなんで、あのお前浦和南やってくれっていう。そうなんですよ。だからその話はぜひ本当は会っていただいて、自分の恩師に川野さんが取材をしてもらいたいですね。僕が聞くことじゃないなって思って。おお、そう。へ、そうなんですね。あのそれを僕ら教えは全部聞かされてびっくりしたんですけど。あ、そうなんだ。あ、やっぱ川高で勝ちたかったらしくて、お断りしたらしいんですけど。まあ、後輩だからね、裏子のね。そうですね。うん、なんで。あの人は厳しくする人が可愛いんですよね、うん、あと川添浩一さんの話とね、川添浩一さんを桜島中学校で見てすごくいいって言って、うん、あのでも自分のところは浦和南高校は公立だから呼べないと、小沼先生に取ってくれって言ったらしいです。すごい、すごいんですよ。だから昔のその高校サッカーの沖縄ってちょっと僕らが想像してるのと違うんですよね。自分が面倒 見れないけど、この選手はいい選手だから目をつぶさないためにこっちとか、よそのチームの、ね、あれなんかだとそうだよ。オチだっているでしょ、僕なんかと同級生のさ、あの水沼貴史だとかさ、はいはい、1960年生まれ、うん、落ちだって筑波行って日産行ってさ、日本代表で、はい、あれなんか金沢桜川高校全然無名の選手で、たまたま松本先生がなんか解説かなんかで行ったんだって、小下さんを見て、うんうん、こいつ絶対いい選手になると思って、その時に日本ユース代表の松本一光さんに紹介して
松本さん、郁夫さんがユースに引っ張り上げて、それで世界ユースなんか出てるんですよ、あの第2回の79年の、うん、通称アントンね。あの金子さんと一緒でね、センターバックでね。だからね、そういう慧眼の持ち主だったんだよね。だから全然ね、石川県の選手なんかどうでもいいっていうあれじゃなくて、これいい選手だっていうんで郁夫さんに引っ張った方がいいっていうんで、それからあんなになっちゃったんだから、やっぱりね、彼は内田君はね、松本先生には頭上がんないはずですよ。あ、越田さんでしょ。あ、越田さんね、すごいですね。まあ、その後筑波行ってですもんね。筑波行ってね、ニスタ行って、まあ、人生変わりましたよねって、だからちょっとなっ、そういう人が少なくなっちゃったよね、なんかね、太っ腹っていうか懐が深いっていうかね、そういう指導者がいなくなっちゃったよね、なんかね、みんなちょっと金子さんの前で失礼だけど、なんかみんなちょっと金太郎めみたいな先生が多くなっちゃったんじゃないのかな、すごいけどね。まあ、だからぜひね、そので取ってほしいなと思いますよね、特徴のある先生が。うんね、どん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 出てきてほしいですよね、どんどん交流したいね、そういう先生、監督さんとね、そうそう、その喧嘩したり飲んだりね、まあ、いろいろ僕結構ね、誠司君ね、喧嘩するんだよ、はい、そうですか。まあ、この人なんかすごい喧嘩するよ、ちょっとおかしいとか言うからね。そうなんですね、うん、だってそんなの見てるけど勝てるはずないとか言うからね、普通に。その代わり朝まで付き合うんで。なるほど、そういう人ですね。まあちょっと最近元気なくなってきちゃったんですけど。うん、でもやっぱり高校サッカーの方が川野さんすごいですね、そこはね。楽しいからね、奥深いし。深いですよね。でもなんか結構いろんな話聞けて面白いですけどね。まあでも志和先生もやっぱすごかったと思うんですよね、そういうのは。そうでしょう、まあ、やっぱ全国取る監督っていうのはやっぱ、まあ、いろんな犠牲はありますけど、時間もそうだし、本当一人で市船までバス運転してたし、そういうのを考え、なんか後ろ姿見てこう自分たちはこう何て言うんですかね、あ、勝ちたいとか、やっぱ監督のためにみたいなのは、やっぱちょっとありましたよね。こんだけ運転して、こんだけ連れてってみたいなのは感じてましたよ、なんか自分たちの中では。なるほど、なんか背中が語ってましたね。まあ、大体選手は寝てますからね。いや、でも自分はあれなんですよ。地図開いてナビやらされてて、隣でみんな後ろ寝てんのに俺隣でずっとこう1年生の時だけですね。でも誠司君キャプテンじゃなかった？そうです、1年生の時だけそれやらされました。うん、だからキャプテンになるっちゃうんだよ、もう、そうですね、そっから始まってんだよ。だそうだったか かもしれないです、うん、こいつキャプテンだなとかさ、はあ、だからやっぱり先生の中でやっぱりね、可愛さってあるからさ。あ、でもなんかその誰かが今までのベスト5誰ですかって聞いたらしいですよね。すごいな、怖いもの知らずだなそれ。多分自分同級生だと思うんですけど、うん、なんか入ってたんですよ。であと全然知らない2人とか、もっと昔の選手だった人とかが入ってたらしくて、なんか自分が入ってたって言われてちょっと嬉しかったですけど、そういうのが。すごい、なんか志和先生が選ぶですよ。いや、だからその先生が選ぶところで、これもね、あれなんですよ、中学生も実は見てるんですよ。あ、よろしくお願いします。うん、中学生も見てて、いや見てるんですよ。エンゴロカンテとかね。うん、そうだね。エンゴロカンテとか見てたりとか、多分こう聞くと、でよく見てるんですよ、番組結構ずっと見てるんで、うん、だからそういうのいいんじゃないですか、話してもらうと一回じゃ足りないね、やっぱりね。、うん、はい、ちょっとまたタイミングで誰かも誘って、やりましょうよ。
で、あのまたあれになるんですけど、北部行きましょう、僕ら。行きましょう。加藤の焼肉行きましょうか。どこですか。加藤どこでしたっけ、あれ。あの、知らないか、かつ。か知らないね。あの、秩父のホルモンならわかるけど。そっちまで行かないから。そっちまで行かないから。まあ、そうね。深谷でまずやりますか。はい、ぜひ続きをお願いします。お願いします。一番年長の人は多分深谷にいると思うんで、深谷でやりましょうか。ぜひ。すみません、どうも今日はありがとうございます。お疲れ様でした。何回かに分けて皆さんにまたあのライブじゃなくて見れるようにしたいと思いますので、はいはい。編集はちょっとこんな感じなんであまりしません。すみません。はい。はいはい、フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。埼玉。今日は、本庄第一高校監督、金子誠司さんと、フリーランスの重鎮、埼玉サッカーを語るのはこの人、川名忠さんをゲストに招いて、フライデーナイトライブを行いました。進行したのは、いつものように私、吉澤浩一と、勝野聡で、お送りいたしました。今週もありがとうございました。明日は、あのイケメン、あのイケメン、江原敦史さんの登場でございます。はい。誠司君も来てもいいからね。ちょっと明日ですか、ちょっと。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。